九条さん、あなたは過去の亡霊に過ぎません。ゼロを超える伝説を作り出すのは私と彼女です。彼女。私たちのマネージャーですよ。私と彼女がアイドリッシュセブンをゼロを超えるアイドルにしてみせます。より。何言ってんだあいつ。トリガーやリバーレがいる中で俺たちがゼロを超えるって。そうでしょ、マネージャー。マネージャあんた、熱いな彼女。覚えておくとしよう。てん、あや、行くよ。はい、九条さん。あや、待てよ、九条。二人に手を出さないで。そこをどけ！ぶっ飛ばされてえのか？いいけど、君もプロなら殴るとき顔以外を狙ったよね。知るか！待って、玉木！やめろ。お前、こいつはうちのセンターだ。どんな理由があろうと手は出させねえよ。ガク、ごめん。今は引いてくれ。また落ち着いて話し合おう。くそ！
玉木くん。テン、おいで。はい。それじゃあ、またね。アイドリッシュセブンのマネージャーさん。天に ゼロを育てた男、ゼロのマネージャーの九条高政か。ゼロのことを裏切り者って言ってた。ゼロはマネージャーにも何も言わないで消えたんだ。だとしたらゼロが狂ったという説はデリートされましたね。なんで？ニューウィンが本当なら入院先の病院くらいマネージャー知っているはずです。ああ、そっか。じゃあ本当に突然と消えたんだな、ゼロは。ゼロの領域を侵すなっていう熱狂的なファンの落書き犯がいたり、ゼロを超えてやるってマネージャーがいたり、まったくゼロも大変だな。でも不思議だな、代わりを探そうとした九条とゼロを探し続けた桜春樹。ゼロのそばにいた人たちはバラバラの行動をとったわ。ハルキはゼロを愛していました。ですがミスター九条はゼロを恨んでいるのかもしれませんね。なあ、マネージャーだったらどうする？もしも俺たちが突然どこかに消えたとしたら、私たちを探しますか？私たちを恨んで代わりを探しますか？
例え話だよ。どこにも行ったりしないって。お疲れ様です。先に寮に戻ります。構いませんよ。超えられると思ったからです。今の仲間と、そしてあなたがいるなら。私たちいいコンビだと思いませんか？アイドリッシュセブンのマネージメントコンビ、私だけでもあなただけでも今のアイドリッシュセブンは作れなかった。二人なら超えられると思いませんか？あの男ゼロ。あなたが私のアイドリッシュセブンという響き、好きですよ。あなたのものになって、あなたの武器になって、あなたの夢を叶えてみたくなります。ゼロも、九条も、桜春樹も、たどり着けなかった夢を。